はい、皆さんこんにちは、アミと申します。さて、近年その目撃情報が多くなってきていると言われている UFO。 これに関しては世界中でもその存在が認められてきている風潮があり、各国の政府も必死に調査をしているのだといいます。そんな中、多数の目撃者が存在していて、政府も言い逃れできない UFO 事件が多発しているといいます。では早速見ていきましょう。つい最近、アメリカのニューヨークタイムズは UFO に関する重要な情報をキャッチしました。その情報源は UFO に関する報告書の作成に関わった政府関係者。その情報は主に2つの内容が記されていました。1つ目は、今まで発見された UAP 未確認航空現象が地球外生命体の乗り物だという確証はないこと。2つ目は、UAP はアメリカ軍や政府が管理している飛行物体ではないこと。つまり UFO の存在を完全に認めたわけではありませんが、発見された飛行物体はアメリカ軍や政府が関与しているものではないという点を明確に示したのです。アメリカに存在する UFO の報告書には過去20年間の目撃証言などがまとめられたもので、報告の件数は120件に上るといいます。またこれらの報告をしているのはほとんどが海軍に所属している兵士たちでした。得体の知れない謎の物体は過去から現代にかけて多く発見されています。ここ最近もアメリカ海軍が管理しているサンディエゴ沖の原子力潜水艦が奇妙な飛行物体の撮影に成功しました。公開された映像そのものも話題となりましたが、その後の政府の見解が従来とは異なる姿勢だったことも注目を呼びました。アメリカの国防総省の報道官スーザン・ゴフ氏は、映像を、現在流出しているこの映像や画像はアメリカ海軍の職員が撮影した確かなものだとし、調査を行っているとしたものの、奇妙な物体の正体については具体的に触れませんでした。その理由を報道官は、敵への情報流出を避けるため、また作戦の安全性を維持するため情報開示はできないと語りましたが、奇妙な物体はアメリカの科学技術によるものではないという点は明確に示したのです。情報としては少ない収穫ですが、これは驚くべき事実です。ですが、ご紹介した通り、アメリカ政府側はこの奇妙な飛行物体について具体的な明言を避けています。実は今までにも急発進をする奇妙な物体や突如姿を消してしまう物体など多くの現象が確認報告されているものの、その詳細の情報はひた隠しにされてきました。これらの奇妙な物体は気象観測の気球ではないかという説が主張されたこともありましたが、当時の天候や風速などから考えるとその可能性はかなり低いようです。また報道官は、当時この場所では高度航空宇宙脅威識別プログラムを行っていたとも発言。この計画は10年近く前に完了していると思われていましたが、国防総省は現在も独自に UFO の調査を続けているようです。一方、報道官のクリストファー・シャウット氏はニューヨークタイムズの取材に対し、国防総省は管轄内に侵入する航空機を把握し、アメリカに影響がないかどうかを常に念頭に置いている。万が一の攻撃に十分に備えるため、アメリカ軍が目撃した未確認の飛行物体に関しても調査を進めている。これは通常通りの業務だと答えています。実はここまで UFO に関してアメリカ政府がはっきりと明言したことは極めて異例です。目撃されたこの飛行物体に対して報道官はドローンだと答える手段も残されていたにもかかわらず、 UFO と思われる飛行物体の調査を続けていると明言しました。報道官の発言を知る限り、アメリカ国防総省は UFO の存在に以前から注目し、アメリカにとって脅威となるのかどうか注意深く観察していたと思われます。アメリカでは2017年にかつて国防総省の職員だったルイス・エリゾント氏が、まことしやかに高度航空宇宙脅威識別プログラムが進められていたことを公表し話題となりました。彼によると、この計画にはなんと24億円もの資金が投入されていたといいます。
このように一般的に広く公開されていなかったものの、アメリカが UAP に対して大きな関心を抱き、独自に調査を進めていた可能性は十分に考えられます。ちなみにこのプログラムの目的は、アメリカ政府に寄せられた UFO の目撃情報を調査し、 UFO の実態をつかむこと、そしてそれがアメリカに脅威を与えるのかどうかを調べることだったようです。UFO のような飛行物体はアメリカで作られたものではないことから、地球外生命体の介入を疑っている人も多いですが、目撃された謎の飛行物体が他国によるものだという可能性もまだ残されています。その場合、特に有力だと言われているのはロシアと中国で、謎の飛行物体と思われているものは実はこれらの国の技術を駆使したものではないかと言われています。特にアメリカが注視しているのは、飛行物体が超音速技術で作られているかどうかです。アメリカは他国からの侵入に備えて防衛システムを完備していますが、ロシアはこの防衛システムを突破できる性能を持った超音速技術の研究を現在進めています。中国も同様にこの技術の研究に多額の資金を費やしており、軍事パレードでもその兵器が公開されるなど軍事力をアピールしています。アメリカが恐れている超音速技術、仮に現時点でロシアや中国がこれらの技術をすでに得ているなら、軍事力はロシアや中国がアメリカを抜いて上位に食い込むことになるでしょう。昨年の12月末にはアメリカ国議会で、アメリカ軍や諜報機関が知っている UFO に関する情報を半年以内に公表するという法案が成立しました。公表される情報には、これまで公にされていなかった機密情報も含まれるといいます。機密情報の中には、UFO の存在を明確に認めたものはないようですが、UFO の存在を匂わせる可能性を指し示す情報が開示されるのではないかと注目されています。ともあれ、報道官の発言を踏まえると、アメリカ政府は地球外生命体の存在を完全に否定したわけではありません。つまり、謎の飛行物体はロシアや中国の戦闘機ではなく、地球外生命体のものである可能性も大いにあるのです。ご紹介した通り、アメリカでは UFO と思われる多くの謎の飛行物体が過去から現在にかけて目撃されています。ここからはその目撃証言の中でも、特に確実に UFO だと思われている有名な事件を簡単にですが5つご紹介していきます。アーサーキル事件。2001年7月14日の夜から翌朝の未明、ニュージャージー州にあるアーサーキルで、空に輝くオレンジ色の光を住民約15人が目撃しました。この現象はニューアーク空港にも報告され、空港は当時のレーダーを調べたようですが、特に目立った異変はなかったようです。また、国立気象局によると、奇妙な光が目撃された周辺は、天候も通常通りで、特におかしな点は見られませんでした。目撃者の一人はその光を、それはとても優しい光で、まるで夢を見ているようでしたと証言しています。別の目撃者はカメラで当時の状況を撮影していることから、当時この謎の光が発生したことは間違いなさそうです。目撃者によると、光はまるで隊列のようにも見えたといいます。光はいくつかあり、一つずつ消えていったという証言もあり、光が複数の物体である可能性もありますが、実態は未だ明らかになっていません。ハドソンバレー事件。次にご紹介するのは、1983年6月下旬、ニューヨーク州のハドソンバレーで発生した奇妙な現象です。この日はアメリカの独立記念日を控えていたこともあり、お祝いムード真っ只中。この夜も花火が打ち上げられていました。そんな最中、突如花火とは違う音が周囲に響き、巨大な円盤の飛行物体が姿を現したのです。この円盤状の飛行物体は非常に大きく、15軒ほどの住宅がすっぽり隠れてしまうほどだったといいます。
周囲にはうなり声のような不気味な音が響きましたが、謎の飛行物体はそのまま空中で静止。しばらくすると突如急発進をして姿を消したといいます。こちらのエリアではこの事件の3ヶ月前にも奇妙な飛行物体が目撃されています。その時は飛行物体が飛び去った後、配電盤が熱で溶けていたり、タコニック州の道路を走っていた複数の車が運転不能状態となり、渋滞するという事態が発生しました。急遽運転ができなくなったことを不審に思ったドライバーが外へ出てみると、上空には UFO と思われる飛行物体がいたようです。このことから配電盤が溶けてしまったことと謎の渋滞は、得体の知れない謎の飛行物体が引き起こしたものと考えられています。グライフスバルトの光。1990年8月下旬、バルト海沿岸周辺では、丸い形をした謎の光が見えるという目撃が多く寄せられていました。光は半月ほどかけて、徐々にドイツ東部にあるグライフスバルトへと移動し、最終的にはこの街で丸い形の光が目撃されるようになりました。光は同じ場所に留まりながら30分という長い時間静止していました。そのため大勢の住民がこの光を目撃し、中にはこの様子をカメラで撮影した人もいたようです。この光は2つに分かれていて、1つはほぼ動かずにじっとしていましたが、もう1つは Y 字のような形を組んでいるように見えたようです。目撃者も多く写真も残されていることから、数ある飛行物体の目撃証言の中でもこの事件は詳細に情報が残っていて信憑性が高いと言われています。ヒューストン事件。2014年8月11日米国テキサス州ヒューストンに住んでいた住民が、町の上空に UFO がいたという内容をツイッターに写真付きで投稿。瞬く間に話題となり、アメリカの複数のメディアが現地に駆けつける事態となりました。嵐という悪天候の中で撮影された写真には、炎上の光をまとっている様子が確認できます。ツイッターの投稿から端を発したこの目撃証言は、メディアが大きく取り上げたことで、次々に私も見たと他の目撃証言も多く寄せられました。当時、街の上空にいたという UFO の映像を地元のテレビ局が流したことで、事件は大変注目されました。現在は UFO 研究家や天文学者が事件の解明をしようと独自に調査を続けているようです。この謎の物体の正体をめぐって、悪天候による現象、ドローンだ、NASA の宇宙センターが近くにあることから、NASA が開発した飛行物体だという説まで飛び交いましたが、その正体は現在も謎に包まれています。このエリアでは2020年の6月にも多くの光が目撃されています。もしかしたら飛行物体が集結しやすいポイントなのかもしれません。だとすると今後もまたこのエリアに飛行物体が姿を現す可能性も考えられそうです。トリンダーデ UFO 事件。1957年10月、ブラジルにある無人の群島トリンダーテ島に調査を行うための基地が作られました。この基地が建設された後すぐ、基地の職員たちは何者かに監視されているような気がしていたといいます。基地が建設されてから2ヶ月後、なんと職員全員の頭上を謎の光が通過するという事態が発生。その事件の夜には、基地にあった軍艦の周辺を10分間、奇妙な光を放つ物体がぐるぐる回っていたといいます。その事件の後、調査のため、職員が気象観測用のバルーンを上空に飛ばしました。バルーンから信号が発する手はずになっていましたが、信号が一向に送られることはなく、遮断されていたのです。バルーンの状況を確認するために上空を観察すると、バルーンは雲の中に入ってしまい、そのまま見えなくなりました。10分弱でバルーンは雲から出てきましたが、職員が取り付けた信号はなくなっていて、バルーンが隠れていた雲からは奇妙な銀色の飛行物体が飛び出し、そのまま姿を消してしまったそうです。この島での奇妙な出来事はまだまだ続きます。島の沖合では軍艦に乗り合わせていた船員全員が軍艦の上を謎の光が通過し、島に向かったのを目撃。
当時の状況は写真にも撮られ、新聞で報道される事態となりました。いかがでしたか？こうしてみると、アメリカを中心に世界では奇妙な飛行物体が多く発見されています。事件によっては当時の状況が写真に残されていたり、目撃した人数が多いことから見間違いとは考えられません。目撃された飛行物体は本当に UFO なのでしょうか？真実は今後の調査で明らかになるかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。また見てね。